酵素玄米と玄米酵素って何が違うの？酵素玄米と玄米酵素、名前が似ているので同じものと思われがちですが、全くの別物です。今回は酵素玄米と玄米酵素の違いを解説します。その1、酵素玄米と玄米酵素の違いとは。酵素玄米とは炊いてから数日保温し熟成させた玄米ご飯のこと。発酵玄米、寝かせ玄米と呼ばれることもあり、小豆と塩を一緒に炊くことが多いです。普通の玄米ご飯よりも柔らかく、もっちりとした食感で食べやすいのが特徴です。有名人やモデルも健康管理やダイエットのために取り入れていると、たびたび話題になることがありますよね。一方、玄米酵素は玄米、胚芽表皮を麹菌によって発酵させた自然派の健康食品です。水分と一緒にそのまま食べたり、豆乳やヨーグルトに混ぜるなど、手軽に玄米の健康成分や酵素を摂ることができます。その健康力の証明は30以上の学術論文として発表され、多くの医療機関、メディアでも紹介されています。その2、違いは熟成か発酵か。酵素玄米と玄米酵素の違いの一つに、熟成しているか発酵しているかがあります。熟成とは、さまざまな外的環境、温度、湿度、時間などで食品を長期間寝かすことでゆっくりと化学変化が起こること。酵素玄米は熟成の一つと考えられます。発酵とは、微生物の働きによって物質が変化し、人間にとって有益な物質を作ること。玄米酵素は玄米を麹菌で発酵させることで、さまざまな健康成分、ペプチド、麹酸、フェルラ酸などが生成されています。その3、酵素は入っているの？酵素玄米を作るのに適した保温温度は一般的に70から74度くらいと言われています。酵素はタンパク質なので熱に弱く、加熱すると働きを失ってしまいます。玄米ご飯を数日間寝かせると柔らかくなる理由が酵素の働きであるという明確な科学的根拠は、インターネット上で調べた範囲では見当たりませんでした。一方、玄米酵素は麹菌を加えて発酵させた後、酵素が壊れない温度で乾燥させて粉末または顆粒状にしています。麹菌の働きによりさまざまな酵素が含まれていることを、自社研究室並びに日本食品分析センターなどの第三者機関で定期的に分析して証明しています。その4、酵素玄米と玄米酵素のメリット、デメリット。酵素玄米のメリットは、もちもちした食感になる、旨味が増すなどです。デメリットは、準備や熟成に手間と時間がかかる、衛生管理に注意が必要などがあります。玄米酵素のメリットは、調理不要でそのまま食べられる、玄米以上の健康成分や酵素を摂ることができるなどです。デメリットとしては、ぬかや発酵食品の風味が苦手な方、形状が飲み込みにくいという方もいることです。
その後、栄養成分の比較。酵素玄米と玄米酵素、どちらも玄米の持つ栄養を取ることができますが、発酵させているかどうかで違いが生まれます。酵素玄米は通常の玄米ご飯と比べて栄養成分がどのように変化しているか分析データがないので分かりません。一方、玄米酵素は玄米の栄養成分はもちろん、麹の健康成分や発酵により生まれる酵素など様々な健康成分が含まれ、その種類は玄米よりも増えていることが明らかになっています。その6、私には酵素玄米と玄米酵素どちらが合うの？玄米を美味しく食べたい、調理に時間をかけられる方は酵素玄米がおすすめです。酵素玄米を日常的に食べるのは難しい、調理が面倒、酵素を取りたいという方は持ち運びができて手軽に食べられる玄米酵素がおすすめです。時間がない時や外出中、家族は食べないけれど自分だけ玄米を食べたい、そんな時にも便利です。自宅では玄米ご飯、外出先では玄米酵素を食べるという方もいらっしゃいます。ご自身に合った方法で普段の食生活に玄米を上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。ご興味のある方は玄米酵素、はい、元気で検索してください。